どうもこんにちは、Tです。今回は二次関数に関する問題見ていこうと思うんですけど、特徴としては a プラス 2b が2以下になってるってことです。もしここがイコールになっていれば教科書で出てくる程度のレベルになるんですけど、等式になっているのでちょっとだけ考えることが増えます。とはいえ二次関数ですから、とりあえず平方完成をします。で、今回 x の範囲は0から1になってますから、場合分けをしていくんですけど、まずマイナス2分の a、 これは軸ですけど、これが0より小さくなっている、つまり a が0より大きい時を考えてみます。状況がよくわからない場合は、まず範囲を書いて、軸が x イコール0よりも小さいところにあると言っているので、このようなイメージになります。で、問題の中でいろいろややこしいことを言ってるんですけど、とりあえず関数の最小値をスモール m としているので、 x イコール0で最小値を取って、この時の値は b になります。で、ここで考えなければいけないのは、 b が取りうる範囲で、 a プラス 2b は2以下ですから、 b について整理すると、 b はマイナス2分の a プラス1以下になることがわかります。で、この数式だけ見ていてもよくわからないので、 a が0より大きいことも踏まえて考えると、横軸が a で縦軸は b、 a が0より大きい部分と b イコールマイナス2分の a プラス1以下の部分になります。そして今 m イコール b の関係がありますから、このような直線を書くことができて、 m を最大にしたいので、この領域内でできるだけこの直線を上に持っていけばいいことになります。ということで a イコール0、 b イコール1の時 m イコール1になるんですが、注意が必要なのは、 a は0より大きいのでこの点は含みません。ということで m を最大にするものはなく、 m は1より小さくなります。ここまでは大丈夫でしょうか。条件設定の時にここにイコールをつけていれば問題はなかったんですが、今回はつけていなかったので注意をしてください。では次に、軸が0以上1以下になった場合、つまり a がマイナス2から0の間にいる時を考えます。この時の図を書いてみるとこのようになるので、頂点で最小値を取り、その値はマイナス4分の a2 乗プラス b になります。で、1番と同じようにこちらの範囲を考えてみると、 a と b はこの領域の中にいることになります。で、今回はこの式から b イコール4分の a2 乗プラス m という関数の、 b イコール4分の a2 乗プラス m という二次関数の頂点が最大になるようなケースを考えることになります。で、この時なんとなくこの直線に直線と二次関数が接していれば良さそうだということはわかると思うんですが、そもそもこの領域において交わるためには、この2つの式から b を消去したこちらの二次方程式は実数解を持っていればいいことになります。実数解を持つためには、この式を整理したこの二次方程式の判別式を d とした時、4分の d はこのようになって、これが0以上になればいいわけですから、 m が4分の5以下になればいいことがわかります。で、これは a や b の範囲については考えていないので、 m が4分の5の時どうなっているのかを考えてみると、こちらの式はこのようになって、この式を因数分解すると a プラス1の2乗イコール0になりますから、 a イコールマイナス1で先ほどの範囲に収まっていることがわかります。同様に b も考えてみると、 b イコールマイナス2分の a プラス1から2分の3であることがわかります。以上のことを踏まえて考えると、 a と b がマイナス1と2分の3の時、 m は最大値4分の5を取ることがわかります。これで3分の2が終わりました。ここまでは大丈夫でしょうか。じゃあ最後に a がマイナス2よりも小さい時を考えてみるんですけど、グラフはこのようになりますから、 m イコール f1 で、その時の値は a プラス b プラス1になります。与えられた不等式を考えると、このような範囲に a と b はいることになるんですが、こちらの式から b イコールマイナス a プラス m マイナス1という関数の y 切片を最大にすることを考えれば良いので、この点を通れば良いことになります。ただし括弧1と同様に a イコールマイナス2、 b イコール2の時 m イコール1となるんですが、 a はマイナス2より小さいのでこの点は含みません。ということで m を最大にするものはなく、 m は1より小さくなります。以上1から3をまとめると、 a と b がマイナス1と2分の3の時、m は最大値4分の5を取ることになります。以上で問題は終了です。ちょっとだけ条件を変えただけなのに難易度が大きく変わるという例でした。普段演習をする時もこの条件を変えたらどうなるんだろうかっていうことには意識を向けるといいかもしれません。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能な限り対応しようと思います。また問題用紙は Discord に置いているので、必要な人は概要欄を確認してください。それとこの動画が役に立ったという人は高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。